独断で僕の意思を捨てていったんだよ。え、最初からだよ。恨みつらみがあるのか。いや、いいなもんだね。今暑いと寒いとこ行きたくなるし、寒いとあの時あったくないなと思う。本当かった。あ、あれそこだ。え、高速道路。いや、あれ、湖じゃない。湖、湖、湖じゃない、海か。凍ってるんだ。凍ってた、凍ってたんだ。あ、そうか。今日は、3月27日、パリはエッフェル塔の下に来ています。今はそこで、お昼飯を食って、ここは、街の真ん中なのに意外と鳥が多くて、やっぱりそれを録音してしまいました。
悪いなんか探してます。ここは安かったんだよな。日本に比べたら随分安い、やっぱり、うん、どこフランス、うん、フランス安い、まあ、安いよ、本当に。パンを買いに行くね。パンを買いに行くね。キリスト教的なものを買ってるな。パン、パン社だって食うもんないんだもん。こういくらってな、80円だな。パン、こちらのうち毎食買いに行くよね、一食ずつ。大体朝ね。そうね、なんだかんだってパンが主だったな、俺。おお。Yes. If we have to say frankly, this music is nice, but we cannot listen it every day. You know? タージマハル旅行団の音楽は何か体験とか経験とかいうものに深く根ざした音楽だと思います。こういう音楽を前にも聞いたことがありました。それは電子音楽でしたが、彼らの音楽はそれに大変近いものとも言えるでしょう。しかし電子音楽と比べてタージマハルの音楽はもっと真面目な意味合いを持つし、人を笑わせるユーモアのある音楽です。正直に言ってタージマハル旅行団の音楽は素晴らしいけれども、私たちは毎日それを聞くわけにはいきません。何か新しい思想があるからです。だからタージマハルのメンバーも自分たちの音楽をゲリラのものというのだと思います。私の絵について私は他人に何かを生み出させるような絵などは持っていません。私の描く絵は皆が普通に鑑賞できるごく平凡な絵でしかありません。しかし私はそんなことは気になりませんし、私にとって問題ではありません。後になって自分が初めに書こうとしたものと違ったものになっていると気づくかもしれませんが、それも良いことでしょう。その時の自分に忠実な絵の方が人を喜ばせる絵よりも優先します。何の変哲もない私の絵にも自分自身に対して真面目なものがあり、私にとって変わるべき絵はありません。そして私の絵もやはり私自身にとっては何かを生み出す絵だと思います。タージマハル旅行団に対してのメッセージとしては、これは何？デルフトだね。デルフトのピーターの通り。これ竹重？これ横から見てると何もわかんないな。高尾だよ。あ、ここは不法侵入です。すみません。我がクラックハウス。あの外にいるのはユキオで。便所から生まれた。面白い写真だよ。部屋借りたってのはこれ？いや、借りたんじゃないよ、これ。これは、空いてるところに入った。なんか、部屋借りたって手紙で言うんだ。部屋なんか借りるわけない。これは、友達の
イーサンとコンポーダドオーケストラのさ一員で手に入るの？うんフリーアカデミーの先生ね。あ、すごく若いじゃない。うん、フリーアカデミーは俺もだいぶ出入りさせていただきました。もう一回行ったらいろいろ利用させていただきました。なかなかいい人ですよ、この人。今でもやってんのかな？やってるらしい。本当？なんて名前？ミケル・ワーシュビッツ。ミケル・ワーシュビッツ、うん、ワーシュビッツ。あ、ロンドンの ICP にも来るらしい、挨拶に。本当？自転車多かったよな、オランダ。そうね、自転車めちゃくちゃ多かったよ。歩道があるっていうのはいいよね。ちゃんと自転車線あるからな。オランダもっと昔自転車多かったよな。あ、そう、うん、じゃ自転車方は自転車道があるのオランダだけじゃないか、ヨーロッパでも完全にね、うん、かなりあるよ、もう国中のことだでしょ、うん、アームスナイター行けるしね、本当はね、うん、自転車道があるから自転車乗れるみたいな話だな。ちゃんと空がある。それがいいじゃねえか。だからチャーリーから手紙が来たよ。皆さんよろしく。そう、あのチャーリーに会ったんでね。たったりデルフと遊びに来てた。自然と話すわ。踊って。あれ、うん、あ、なんだよ。から踊る前言ってたけど見た。ビッグじゃん。うん、踊ったよ。ビッグはあんま派手にやってなかった。ホールか。どうして言いますか。なんかじゃあすぐ帰ってきたわけじゃん。うん、すぐって言ってたんじゃない。うん、だいぶ言ってたよ。それからリックからもこの間来た来た日本に来た言ってたよ。リックもなんとかコントロールしたんだからな。うん、リック今年卒業。そう、みんな卒業なんだよな。チャーリーなんか全然会ってないっすよ、リックのこと。あ、本当、うん、へ、もうポールもいないし、もう全部全然あれで、ポールもいないって言ったらポールが出たわけ。もう一緒にいないって感じで、あそこはもう全然空き家みたいになってる。あ、いい、それはそうなんです。リックもいないの？あ、ここね。リックの人だろ。そう、ここにもうほとんどいないっつった。リックはいるんでしょ、ね、いや、いないって。リックももうデンハグにいることが多いっつって。じゃあ、でも借りてんには借りてんでしょ。デンハグの仕事やってんだな。あ、そんなこと。いいですね。チャーリーは何してるんですか？うん、チャーリーも別に何もしないみたい。ヨセとももうフィニッシュしたんだけど。あのくまい、ありがとうのかい、あのかい、ありがとうのかい、もみやろな。わたしはフランス。で、カードマルだとダメだ。バイヤーだ。大丈夫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 だ。何が物を探してるんですか。紙テーブル買おうか考えてます。あ、これはオランダだな。どうなんだ、また欲しいな。車の位置やね。知らないんだ、これどこにあるの。車の位置ってあの位置分かったの。デアハグ、これ違う、ロッテルダムでしょ。市場多いよ。アムスなんか毎日やってるな。アムス、うん、アムスなんか毎日もゴロゴロゴロしてる。びっくりした。アムスの観光的なやつあんまいいのないっすね。うん、もういいのっていうねみたいなね。行かなくたってばっかり。しかし生活しやすいよね、結構ね、うん、あれなんでうまく何でも見つけないし。でもポールもすぐうまいよ、うん、その今日本安いもんも高いもん基準がね、平均化しちゃったから安いもんなかなか探せないもんな。あ、これはまあ注射ではあるで、インド行きの注射ではあるよ、これは。おお、こつこつ。今ね、あの看護婦さんがね、写真撮ったらね、興奮しちゃってさ、
壊れましたね。思い切ってやるわけよ。風邪興奮が怖いよ。あれもね、日本見せたんだね。あれ、なんかなよ。俺は本当ブスって感じだったな。ブーッと入ってくるって感じだね。俺骨当たったのコツって。本当コツって感じしたな。Well, if you can teach people to be themselves again by this elementary thing like this music, in many way to express very something that is deep in their subconsciousness, not that one that civilization had forced people to be, that can be a very good help for a human being to keep living, you know. Well, I think that is the essence of this music, the most important thing you can. この音楽のように、人間の潜在意識の奥深いところにある本質的なものを表現することによって、人々が自分自身に変えることを教えられるとすれば、それは人間にとって生き続ける大きな力になるでしょう。私はそのことがこの音楽の本質、このタージマハールグループとその音楽から学べる最も大切なものだと思います。その考えは他の場合にも当てはまると思います。人々はいつも混乱させられていると思います。そしてその混乱の中から真実を発見することができるのでしょう。混乱によって本当の真実ではないものを締め出し、私たちやあなた方にとっての真実を見出すことができます。人間は立方体の中に生き続けることはできません。もしいつも立方体の中にいるとすると、人間の頭の中は立方体になり、立方体の中だけで物事を考えるようになり、自分でも立方体のような気になるでしょう。そして自分が立方体だと感じ出したら、それはもう人間ではありません。アフリカの人々は地面から得る自然な材料、粘土で建物を作っています。そして人間は決して立方体に移動はしないでしょう。人間的なものにしか移動しないでしょう。物を立方体にしか作らないような制度化の方法は人間にとってとても危険です。さよなら。ではまた。
タージマハル旅行団の音楽を聞いたことがありますか？いや、初めてです。どんなきっかけで聞きに来たんですか？たまたま来ただけです。そしたら面白い音が聞こえたんで、これは聞こうという気になったんです。聞いてどう思いました？聞いていて人を静寂に誘い込むような音楽ですね。美しい。何かあると思います。僕は日本の現代音楽を聴こうと思ってきました。どう思いました？とても良いです。情緒的でかつ現代的だと思う。あなたは今度の演奏を聴きましたか？ええ、聞いたんですけど、とても素晴らしいと思いますが、難しいと思う。私が思っていたより専門的な音楽ですね。ある人がリラックスできる音楽と言いましたが、私もそう思うんです。あなたはどう思いましたか？あれはいいと思うね。なんだか知らんけど非常に面白い。それよりあの人たちが一体何をしようというのか知りたいね。それにあの人たちはどうやってここまで来たのかね、知りたいね。日本や東洋のこともね。スウェーデンのストックホルムで現代モダンアートミュージアムってあるんですよね。近代美術館って。そこにユートピアズ&ビジョンズっていう展覧会が6月の1日からね、6月のこれは最初の予定から伸びたんですけどもね、一応9月の末までパリコミューンの100年を一応記念しましたね。1977年でしょ、パリコミューンができたのが、1871年ですよね。だからその歴史的な展望とね、それからそのなんかユートピア&ビジョンというタイトルにあるようなその、まあ、そのコミューン的な、まあ、ものを基盤としたね、あの展覧会なんですけどね、まあ、それはコミューン的だといっても参加しているメンバーってやっぱり美術家とかね、それから建築家とか音楽家とかいろんなジャンル分かれてるわけですよね。で期間中ずっと参加する。だからね、6月1日僕ら参加しようと思ったんですけどね、それやっぱり時期的にちょっと話が来たのが割と急だったんですよね。なもんですから、それは1日がちょっと無理だったんです、オープニングはね。でだから一応4月1日からやることで向こうに話を持って行ったわけです。それで、まあ、こちらは音楽というか、まあ、一応美術館ですからね、まあ、総合的な催し物なんですけども、一応音楽やる場所としてはその美術館の庭にバックミンスターフラというアメリカ建築家のね、フラドームなんですけど、その ドームが立ってるわけです。そこが一応その演奏の会場みたいなことね。例えばアメリカの一応黒人であるドン・チェリーなんかのグループがね、今やってるわけなんです。で、僕らがそれにまた参加していくわけなんですよね。やっぱりここで最後に決めよかったな。決めよかったね。非常に楽でやるでしょ。じゃあ楽したね。非常にやっぱり時間があっていろいろやっぱりやってると思うんだよ。うん、人に会うと。でもいざやるときになるとそれが見せないところがね。いいな。楽にやっていくからな。
present day, where that everyone's so involved in communication, instead of communicating, you know? But we can use this communication because now we have, can bring the whole world in one room, no matter where we are, through electronics and machines and communication. 現在、音楽に関して全ての人々は情報社会に巻き込まれ、情報の送り手ではなくなっています。私たちは情報を使用するのでなく、世界中の人々がどこにいようと一つの場に集め、電子や機械を使って情報社会を作らなければなりません。私は今、木や竹、皮、紐、メタルの笛、いろいろな動物の角など自然のものに興味を持っています。西洋の人間にとって素朴ということの理解が必要となっています。我々はこの素朴なものをたくさん失い壊しています。私はアメリカのオクラホマで生まれ、私の祖父たちはアフリーで直統インディアンでした。私は原始、私にとってより良い言葉で言うなら自然をよく知っているし、私にとって大地に関して学ぶことは必要だと考えるのです。子供たちにとって太鼓を力となるものとして見ることができ、太鼓を練習し、朝早くから歌を歌ったり太鼓の音を聞いたりできる、それは自然に音楽に興味を持ち身につき、さらに聖なる心として表現されていくと思います。これは強制ではないの、教えるということの重要な方法だと思うし、感じ行うことは教育の大事な要素ではないでしょうか。心を開き自分を感じさせる、それが教育の方法である。動画学校はそのために開校されなければならず、また機能もそのために働かさなければなりません。私は教育に対して働きかけ、新しい発見に努め、その本質から離れないようにしなければならないと思ってます。それは私にとって自己変革の一つと言えます。私はいわゆる政治よりも精神的なものにより惹かれますし、今日この世の中で起こるいろいろなことの中で誤りに気づいたとき、それから目を背けず何かの働きかけをしなければならないと考えたとき、私の中で何か変革が始まったことに気づきました。この感情をクリエイトできないで、どうして子供たちにものを教えることができるでしょうか。
僕は塩見の作品でね、3分間すだんだん笑っていくわけ。一応ポップなこうニュアンスのあるアイデアが出たわけなんです、グループの中で。でまあ旅行団、英語でしてもトラベラーズとなってなかなか、まあ、形もいいと。それで田島あるっていうのは非常にまあ観光地なわけですけども、そういうごく単純にそういうところへこう旅出す割と気軽なあれですね、観光地という意味で、それでまあ田島インドっていうことは我々の音楽の中である程度こう興味があったところなもんですから、それとのこう、まあ、総合的な結びつきから、まあ、割とポップな名前でもあるので、田島ある最初観光団ってつけようとしたらちょっとあまりにもポップすぎるんで旅行団っていう形にした。いろんな都合上そのフィルムが回されなくなっちゃったもんで、ちょうどこの映画の終わりのコペンハーゲンに来た頃からですね、あとずっとヨーロッパで演奏活動をトラックに、トラックじゃない、マイクロバスに乗ってやったわけなんですけども、その間の記録は実は映画としてはないんで、フィルムはありますけれども、でそれからそのヨーロッパの最後のコンサートからですね、それはデンマークのオルフスで今年の3月にやったんですけども、それのコンサートの以後はですね、田島ある行くまでのが映画として記録がありますけど、
風呂がいいね。
元気だった。よかったね。サロマは嫌いだな。ほら、ワインやな。石造りだ、サロマ。すごい嫌だったけど、まあ、地中海。東京と似てんだよ。地中海の反対側。あ、これは違うよ。これあの、ナポリだよ。あ、これはナポリだ。うん、それを風に突っ込んで、あの風に行ってよ。ものすごい雨になっちゃったな。ゲスピオか。寒いかったな、本当に。寒くて雨は降るし。うん。この間会ったわけじゃあ彼だと。誰？おいしこ、うん、おいしこのミラーの前のおいしこ、うん、ミラーがフェンスを取り入った。貝ぐらいでこう貝美味しかったね。貝より美味しさあるみたいな感じ。美味しかった貝。うん、もう海の色見てや、空も海もね、ちょっと風強かったんだけど、写真撮り撮り直してたんだ。記念写真を一枚。海がいいね。いいよ。あ、素晴らしい。地中海の内側だらけだからね、これ。反対側。反対って。イオニア海か。なんて言うの、宮崎さん。ブリンディシー。ブリンディシーがギリシャにいます。フェリーボート、フェリーボート行ったんだよ。よかったよ、ほんとに。一日に行くの人。この後からまた土砂降りになってね。土砂降りって天気がすごいな、トラートロゴね。トロゴのイスタンブールだね。トロコの時に土砂降りだと思う。
な、空がいいな、ディズニー、うん、アテネの隠れ家芸者のこれはいいな、芸者のそうね、半分ぐらいはね、裕福なんだね、あのヨーロッパ屋の方そうだよ、芸者この辺から飯ばっかりだいたい、うん、どこのレストラン入っても泣いちゃったね、芸者うまかった、みんな同じなんだね、うん、そう鳥のあれしたやつと、うん、ライスあれ、うん、そっかりパンが混ぜてな、この辺どこら辺なの、これ後に入る前、うん、だからブレンディッシュからギリシャに入ってギリシャから後に帰る、それが後に入る、神々に手を表すために、唐揚げの小物、うん、ね、うん、
パンをレモンと塩だけ食べる、うん、安いわけしない安いこの日分かれたらすごい高いでもこの辺からガンガン物価下がってくるしビールも安かったよ、うん、結構うまかったよあのトルコのビールってのでかいビールね、つぼるだつぼる、つぼるね、2つに何種類があるんだけどさつぼるのやつ普通のねこちら何だったのこれエビエビ買ったの魚ですよ、うんこの子は騙されてねただでやってやるだけだよなるほどどうイスタンブールイスタンブール入っただんだんさこうトヨに入ってくるとさ、うん、安心してくるね。ああ、そう。うん。不思議だよな。最初、トルコなんか怖いと思ってたろ、トルコと。うん。なんかみんな脅かしたでしょ、ジロ。うん。なんかトルコが多いとこね。確かにそういうのあるかもしんないけどね。だけど俺、イタリア入った時は怖かったな、なんか。よくないとこだったな。トルコはイランの俺写真撮ったらさ、イランアフガンって村長に連れて行かれそうになったもん、ね、イランアフガンってのは全然怖くなかったよ、ね。要するに団体で集まるんだよ。ザワッザワッって、まあ、どこでもそういうのあるけどね、珍しいもん。でもその集まり方はね、だんだん集まる感じが一気にスパーンスパーンって人が集まってくる。なか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 頑張ってたけないかな。長谷川好みだね。アフガンからもう女の子見えてないでしょ。いやいや、もうこれはねトルコなんだけどね。イランでもねもう見えないっていうか言えるけど、もう街はね綺麗だね。変なのは。したいな。そうじゃ。テープエコーみたいなエコーな。他のドームではなかったな、ああいうのね。素晴らしかった、素晴らしい。なんかでしょ、これどこ？ニサハン、イランのね、文化市の、まっさにエコー海を。文化市の街。こう、チュンバーって感じした、文化市の。奈良みたいなのかな、日本は。街なんか海峡、今、京都みたいな感じで、日本でや。そのまま登ったよ。おどんか美しいな。
はい、ヨーロッパにだって時間来ると時間のあれ感じが違うな。おー、ドームがね、もう真っ青の上に黄色と黄色とブルバルトと黄色とね見てるんだよ。宇宙が浮いてるからね、熱いな。じゃあドームの宇宙船なんだ。そうそう、俺は絶対シンボリックにそうだと思うな。サイエンスフィクションみたいな感じですね。 SF 的な惑星だな、人工惑星。これでポーンって言ってみたい。すごいね、モザイク。でかいんだった。あそこのてっぺんのところにね、どういう枠から取りだほら集まってくる。今日は三木さんに感謝したかった。呼んでますね、あなた。これみんなやってんだっけ。ゴーレン、すげえ長いよ。一日じゃってるな。一日じゃってんだよ。それもうあの音分かるだろ、必ず。もうあの、それ全部やってんの、この辺りは。吐くんだろうね。すごいか。気温がない感じ。パーカッションタイプ、やる。あ、やった。あ、やばい。どんな感じ。あれが結構な奥加減。こんな感じ。上に炭を置いたんだ。奥加減で。絨毯とかさ、あの、あれにする。うん、うん、こっちやってんだね。この、あのね、町全体がね、あの、ドロネードみたいにできたわけだね。あの、土の。で、ね、一つ、この、そのまま残から2から上がったわけよ。町全体がやっとするんだよ。うん、それがね、みんな9でしょ、こう。うん、9って、こう、顔を描いてるの。ものすごくいいんだよ。それに安心感があるね。主人公のね、穴が開いてる人は全部通路になってるわけ。だから あの丸い穴、円形の上から光させてるね。そしたらそこ下が開けるの。日本のカプセルとかじゃな、うん、違う。中で言うとな、宇宙の中の。あの足でもな、内側から外がさ、全部見えないわけ。見えないわけよ。これドームの形しか。仕切られてさ、うん、見えると上がるから、時々見える人とか見えなくて、うん、空間をさ、こう規定するわけよ。あの穴によって。ごつい穴だよね、すごいね。うん。車にとって。ほら、見えないでしょ、ほら。ほら、見えるんだよ。だから外に中歩いてるとね、見える、視点を決めるわけよ。うん、橋が。会社に入ってんの。
ランティスの車だと思うんだよね。下はスカート履いてんだよ。上から長い上してるから何してきてるか分かんないよ。何番が来てんか。あれかなりまで俺送ってないな、手紙を。こう、お兄ちゃんがさ、ピアノ今練習してんだよな。で、日本のピアノの技術を、作る技術を勉強してるし。作る技術、うん。音楽弾けないのかな。これ、タールかな。ジョンジョンジョンって音する。サンプルを買いました。これだったの、うん、どのぐらい5000円ぐらいだったの、ね、1つ、うん、これ 2,000 円もしなかったよ。 4,000 円ぐらい。ジョンの歌だった。ちょいっとこうハイウェイを横切ったわけよ。カメってのはね、ほんとこれ陸亀ってね、胸の下が厚いんだよね。普通海亀ってこう狭いでしょ、胸の方は。よく食べるよ草を。初め1週間食べなくてね、みんなが悲しそうだから捨てろ捨てろって、ちょっと慣れちゃって。アフガニスタンって言ったらよく食べたな。
すごいんだよ。すごいね、言ってたやつ、ものすごいんだね。車ですよ、車。ステロテープつけるの。すごいね。大アートの車走ってるよ。走ってみんなこんな車よ。遊牧民だな。綺麗でね。トラックじゃない。トラックだよ。トラックだよ。安いんだよ、これでね、50、80円ぐらいだったの。よかった、結構ですよ。結構ですよ、パキスタンでね、水や船の飛行機と乗ったわけ、で俺と幸男とあのそこで知り合った男の子で日本人でね、登山して、パキスタン登山した男の子とバスでパキスタンに入って、でパキスタンの、なんだっけ、ラホールまで行って、ラホールからフライトンだ。あ、車は取れなかった。そうだよ。取ってもね、パキスタンまで行って、パキスタンで売ることできないわけ。だからパキスタン、車はあの、アフガニスタンで商売した。売っちゃったわけ。うん。おー、出た。出た。出た。車は何だ。マッハル。ハグル。あれはもう外せられたわけだな。もうないわ。昔の話だ。戦争はもうないんだ。その人だな。暑かった。本当。
とね、もうあれだよ、そこ熊足でしょ、熊足、あの窓開けると暑いんだよ、うん、クーラーの外にいるみたい、まあ、クーラーの外に熱風出てる。夜の音すごかったな、あれでもう、なんかもう、まあ、田島原が良かったね。記念写真24時間にいたの、うん、いろんな階級のやつが来るんだよ。ピンタンとか、うん、ファンにもないとかね、ポンタンとか、お似合いに加わったら夜なんかな、だったね、うん、その夜何もないからね、やっぱりこのタジマハールっていうのはもう別にね、わからは何もないしさ、ちょっと見たらすぐ終わっちゃうじゃん。その周りの風景とか物とか鳥とか素晴らしいんだな。周囲全然何もないんだって。そう、何もない。野原で。そう。野原がいい。全然フラッターのところにね、始まるだけでポンとあるから。